愛知県道、静岡県道3号と豊橋湖西線は、愛知県豊橋市から、静岡県湖西市に至る県道である。起点側の日内坂から、豊橋市、大脇町内にかけて、弓張山地の南端を横断する部分と、湖西市内の浜名湖岩段9から下る部分で、多少の上り降りがあるたは平地を通る。全線にわたって、JR 東海道本線と、並行している。 起点側から、二川駅、新所原駅、和志津駅がある。起点付近終点、JR 東海道本線、和志津駅の近く。新所原駅付近2011年10月28日より、静岡県湖西市側のルートが変更になり、旧道のやや東側にある、南上野原湖泉橋経由になった。それまでは県境を越えて、静岡県湖西市に入り、 新所原駅前交差点を過ぎ、天竜浜名古鉄道の古線橋を渡って、少し走った先の横断歩道のある、信号機なしの T 字路交差点を右折し、細い路地のような道を、道なりに進んだ先に、南部東踏切という普通車1台が、やっと通れるくらいの幅しかない大型車通行止めの踏切があったが、2011年10月26日の午前9時に廃止になった。 ありがとうございます。